テディベア。テディベアは、熊のぬいぐるみのことである。その名前は、第26代アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトに由来する。1902年の秋、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩りに出かけたが、獲物を仕留めることができなかった。そこで同行していたハンターが年老いたメスグマ、一説には、傷を負った子グマのアメリカ軍を追い詰めて、 最後の一発を大統領に頼んだが、ルーズベルトは、瀕死の熊を撃つのは、スポーツマン精神にも取るとして撃たなかった。このことが同行していた、新聞記者のクリフォード・ベリーマンによって記事にされ、ワシントン・ポストが見に、挿絵入りで掲載された。この挿絵のベアは、ベリーマンベアと呼ばれた。この、ルーズベルトの逸話に触発されて、ロシア移民がアイデアル社。 アイデアルノベルティアンドトヨを起こし、熊のぬいぐるみを製造したのが、アメリカ国内初のテディベアメーカーと言われている。一方、同じ頃に、ドイツのマルガレーテシュタ体フの起こした、シュタ体フ社、スティーフ・ファームによって、もともとは、ルーズベルトの逸話と無関係に1902年に作られた熊のぬいぐるみが大量に、アメリカに輸されており、その発注が1903年3月のライプチーヒの、 トイフェアへの出展に橋を発するなど公的記録が残されていることから世界初のテディベアメーカーとしては主体不者とする説もあ。また1904年のセントルイス万国博覧会では主体不者のテディベアが出品されグランプリを受賞している。いずれにしてもテディベアという故障は新聞記事が最初であり独占的な商標でないことに変わりはない。 寝ているもの、お座りしているものなどいろいろあり、決まったポーズというものはない。左耳にタグがついているテディベアは主体不舎だけの特徴であり、すべてのテディベアが必ず備えているものではない。首にリボンが巻き付けられているのは、単にデザイン上の都合ではなく、テディベアの誕生日は名前をつけて、リボンをつけた日とするという欧米慣習に習っている場合がある。 手触りや質感を大きく左右するので、様々なものが使用されている。毛並みを再現するために、天然素材のモヘや、アルパカを使った、本物思考や、フェイクファーや、アクリルボアなど化学繊維を用したものがある。また、タオルのような質感のパイル生地を使用したものなどがある。乳幼児の愛眼物として親しまれているだけでなく、精神安定をもたらす。 癒しの人形としても扱われている。布団やベッドなどに寝かせつけるときには、寂しくないように乳幼児の隣にテディベアを入れて、毛布をかけて寝かせることに使用されるケースがあるほか、筑波大学附属病院では、宮本真也教授により、小児患者に対するテディベアの癒し効果の有効性を、検討するテディベアの癒し効果に関わる研究、附属病院臨床研究倫理審査委員会、 承人済みが実施された。大人の愛玩物としても親しまれている。主に女性向けに販売されているが、男性向けにもヒーローベアなどとして販売されている。1926年に発表された、エーミルンの児童小説、熊ノプーさんは息子が持っていた、テディベアから着想を得て書かれたものであるように、もともと欧米では、男女の区別なく所有されてきた歴史が、アタメか。 男性コレクターは珍しくない。日本ではソムリエの田崎晋也が知られており、1999年にはソムリエベア田崎が日本限定1500体で主体不舎により生産されている。また女性では歌手の宇多田ヒカルが2006年の23歳の誕生日に巨大なテディベアをプレゼントされて以来、クマちゃんと呼ぶほど気に入り。 公式ブログやツイッターなどにも頻繁に登場している。テレビドラマや映画などで象徴的な小道具の一つとして使用されることがある。一例を挙げると、1991年のアメリカ映画、フックの中で黒のベビーカーの中で寝ている生後7日目の赤ちゃん、ピーターパンの枕元に茶色の熊のぬいぐるみ、タレイが一緒に入れられている。また、夜空の向こうにある、 ネバーランドへ旅立つシーンでも、ティンカーベルの左手を握りしめた赤ん坊のピーターは、クマのぬいぐるみ、タデイを持ったまま夜空の向こうにある、ネバーランドへ飛び立つシーンが描写されている。ピーターパン関連の作品に登場する幼い子供、マイケル・ダーリングも愛用しており、ネバーランドに行く時にテディベアを連れて行く描写が描かれている。2001年のアメリカ映画、AI においても、 主人公のサポートをするロボットとして描かれている。セス・マク・ファーレン監督のコメディ映画、テッドとその続編、テッドには、命が宿った、テディベアのテッドが主人公である。1957年に、エルビス・プレスリーが、君のテディベアになりたいと歌い、全米で7週間もの間1位を獲得した、エルビス2作目の映画、さまよう青春の挿入歌である。 映画の制作時期にエルビスがテデ,ディベアは大好きとインタビューに答えたところファンから大量のテディベアが届いたため映画会社が慌てて作らせて歌わせた逸話があるその年のクリスマスにエルビスは数千個のテデ,ディベアを国立省に麻痺財団に寄贈した日本ではあまり馴染みがないため TV シリーズフルハウスの中でエルビスファンであるジェシがミシェルのために歌う コモリュータの原曲であることを知る人は少ない。主体譜者では、ヒット曲にあやかり、ザ・エルビス・ベアーという限定、テディ・ベアーを1994年に発売した。リボンにエルビスの写真がプリントされ、左足にエルビスの刺繍、そして体内にテディ・ベアーのオリゴールが埋め込まれた製品となっている。セオドア・ルーズベルトの誕生日である10月27日が、 テディベアの日と言われているのは世界的な記念日ではないが愛好家たちが設定している記念日である。日本では日本テディベア協会がルーズベルトの逸話にちなみ相手のことを思いやる気持ちをベアを通して伝える日にしようと提唱している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。